こんにちは、日向祐一です。産後クライシス、離婚回避するためにということで、お話をしていきたいと思います。離婚回避というところまで行くかどうかっていうのは、その産後、クライシスの、産前産後ですね、の、夫婦がどうやって助け合えたかっていうことに、非常に大きな、なんて言うんでしょう。重要な時期というかね、そういうことを、前回、産後クライシスっていうのは何なのかっていうことでお話をしましたけど、最悪の場合、離婚する、きっかけになるような出来事が、この時期に起こりやすいということなんですね。で、聖書の言葉を見ますと、エペソ書の5章の28節に、自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。これ夫たちに対する、アドバイスですね。で、今回は、2回目ですけど、夫の皆さんに、何を、肝に銘じなければいけないのかということで、お話をしていきたいと思いますね。で、女性の人生で、大きなそのストレスっていうかね、大変な時期っていうのが、いくつかあるんですけど、この出産前後っていうのは、その大きな、ストレスがかかる時期になります。で、今の、医学というか、医学が発展しているので、かなり可能性は低くなっているんですけど、でも出産を機に、自分の命を落とす女性っていうのが、自分の命を危険にさらすっていうことが、あるわけですね。昔は本当に出産と同時に亡くなる女性っていうのもたくさんいらっしゃったわけですけど、それぐらい、のことが女性の、まず妊娠中には起こってるっていうことなんですよね。突起とかとかありますけど、妊娠中、つわり、そして、腰痛とか、さまざまな体調不良ですね。そういうことがあるわけですね。で、出産後はどうなるかというと、その自分の、ホルモンバランスが崩れていく。妊娠中からそうですけど、ホルモンのバランスが崩れて、様々な、なんて言うんでしょう。体調の変化っていうのがあるわけですよね。で、同時に、授乳と、24時間の、365日の労働というか、これが、出産と同時にやってくるわけですね。自分の体を、回復させることと同時に、新しく与えられた赤ちゃんに、食事というかおっぱいを与え、またおむつを取り替えっていうことが、24時間対応で起こってくるということなんですね。で、これは当然といえば当然のことなんですけど、男性はちょっとよくわからない。どんなに、わかろうと思っても自分で産んだことないし、自分で母乳も与えたことないわけですよね。で、この時期に何が起こるかっていうと、そのギャップっていうのは大きくなっていくわけなんですよね。で、奥さんの大変さっていうのは、どういうふうに表現したらいいのかって、言うぐらい、本当に大変なんですよね。例えば、私たちが、男性がね、30キロの、わかんないですけど、なんか、
米の袋をずっと背中に負わされたら、どれほど大変かって、私も以前やったことあるんですけど、その障害者の方々の、気持ちを理解するため、もしくは高齢者の方々の気持ちを理解するために、こう重りを自分 の, あのパワーリストってとかパワーアンクルって言うんですけど、そういうなんか 重いやつを実際につけて歩いてみるみたいな、そういうあの研修をやったことありますけど、それと似てるんですよね。常に何するにもしんどい、でそういう状態なんですね。だからあのこの、出産後、1年から2年ぐらいはですね、介護が必要な人が家にいるっていうぐらいのスタンスが必要なんですね。で、聖書には自分の妻を自分の体のように愛さなければなりませんと。で、私たちは自分のお腹を痛めて、自分のお腹の中でこの赤ちゃんが育っていって、そして、2000キロとか3000キロになって、それを、自分の体を通して出してっていうか出産して、そしてその子が常に自分の、胸からその乳を飲んでとかっていうのは想像できないわけですよね。でも想像しないといけないわけです。なぜなら自分の体のように妻を愛さなきゃいけない。つまり妻が経験していることを自分に起こっているかのようにしてあげないといけないということなんですよね。で、なんて言うんでしょう、この時にこの仕事、だいたい30代から30代、20代後半から30代の時にお子さんが生まれる方が多いと思うんですね。40代になって生まれる方も中にはいらっしゃると思うんですけど、アベレージでは。で、この時っていうのは、仕事で自分の自由にならない人が多いんですよね。組織で働いてる人であれば。自分で自営業であれば、ある程度コントロールできる部分もありますけど、で、そうなってくると、この時に、仕事を工夫して、介護してますんで、介護が必要なんで、こっちよりも、こっちのプライオリティを上げないといけないですね。つまり、奥さんのケアの方が仕事より大事だっていうぐらいのスタンスでいないといけない。で、これは一般的に言われていますけど、ソフトタイムっていうのは、ハードタイムに、圧迫される。つまり家族との時間、ソフトっていうのは関係、人間関係ですね、に使う時間と、仕事、ビジネス。で、別の言い方をすると、家庭内の問題と、その公の家庭外の、ものっていうのは、どうしてもこっちの方が犠牲になりやすいんですね。家庭が犠牲になりやすい。で、それを踏まえた上で、こっちを優先しないといけないっていうことなんで、よっぽど、その知恵と、そして、決意が必要なんですよね。で、これは、実は、夫の、決断によるものが大きいんですよ。で、これ、私、ちょっと今力入ってますけど、当時ですね、当時というか、私も、子供たちがちっちゃかった頃は、実は、外資系のサラリーマンをやってまして、
管理職の仕事をしてたんですね。でしかも、まあ、非常に大きな、まあ、会社の利益を非常に左右するようなあの商品群の担当してましたので、あのを任されてたので、あのプレッシャーが結構大きかったんですね。しかも外資なんで、あの結果が出せなければ、まあ、あの左遷とかあの降格みたいなのも結構激しい、あの 業界じゃないや会社でしたので、で、あの、まあ、うちの場合は第2子のカンターが生まれた時に、あの私が、まあ、あのマネージャーの職をやっていて、そしてでも夏江がもうすごい体調が悪くなったんですね。で体調が悪くなったっていうのはもうこの 24/7 のこの365日24時間で、もうカンタがあの桜の第一子の桜の時は桜は夜よく寝てくれたんですけど、カンタはよく夜、寝てるんですけど、夏江にこう触りたがって夏江の肩に吸い付いて、あの夏江が寝れなかったんですよね。でとにかく夏江がもう一日の夕方ぐらいになるともう何もできないみたいな状態になったんですよ。もう本当にあのクライシスですよね。あのクライシスっていうのは夫婦関係のクライシスっていうよりは、あの夏江の人生のクライシスって感じですね。もう誰か助けてみたいな感じ。もうご飯の用意したらもうその後何もできないんで、もうやっともうご飯の用意してもう力尽きてるみたいな感じでしたね。ですから帰ってくると、あの子供たちお風呂に入れてあげたりとか、あのいろいろあのお皿洗ってあげたりとか、そういうことする必要があったんですね。でですけれど、そのプレッシャーが大きかったので、あのだからもう働き方完全に変えないといけなかったんですよね。で結局どう、私はどうしたかというと、やっぱり夜はそのサポートが必要なので、もう早朝に仕事するっていうあの感じでした。で、あの、まあ、私の上司がドイツ人だったんですけど、まあ、彼5時半に会社に来るんですよね。まあ、それもすごいと思いますけど。で、私が、あの、6時半とかに会社に行って、で、あの、歩いて、あの、歩いて10分ぐらいのところに住んでたんです。あの、会社の。それで、あの、6時半から、8時まで。会社で仕事して、一回帰ってきて、まあ、朝食を食べて、また9時の、あの9時修行だったんで、9時にまた会社に来るみたいな、あのそういう生活してたんですね。で、もう夕方は、まあ一応、あの、なんて言うんでしょう、あの定時は5時半だったんですけど、まあ、6時には会社を出る。で、6時10分には家にいるっていうのを、あのやってたんですね。で、やっぱね、それね、本当やってよかった、やっといてよかったなと思いますね。で、それがもしなくて、夏江が一人でその時間、家にいなきゃいけなくて、どれほどその苦しい思いをしなきゃいけないか、で、それが夫婦の関係にどれだけの、あの、負荷を与えるかっていうことを考えたときに、まあ、今もうそれが、一応そう、私はそれをキープできたので、あの、そのクライシスにならなかったんですけど、あのいろんなご夫婦のその夫婦関係の問題を伺っている中で、あ、自分本当にそれ良かったなって今思ってますね。もう結婚して20年になって、もう関東も中学3年生になってますけど、あのそれ本当に良かったなと思いますね。で、とにかく介護が必要な寝たきり老人じゃないけど、もうそれにほぼ近い状態なんだということで、妻はあの言わないんですよね。あの何時に帰ってきてとか早く帰ってきてとか言わないんです。でそれをあの察してあげる、地獄で、あのこうか、察する、察する、これ字合ってますかね。察する、察してあげる必要があるんですね。で、まあ、うちの場合は、あの、なんて言うんでしょう。たまたま、あの、もう夏江がもうダウンしてましたので、あの、
もう火を見るよりも明らかだったんで、私みたいに鈍感な人間でも察するも何もなかったんですけど、でも多くの女性は我慢してるんですよね。で、本当に具合悪くなっちゃうっていうケースもあります。で、女の人ってそういう、なんて言うんでしょうね。自分を犠牲にするんですよね。だから、それを察してあげる必要があるんですよ。で、自分の体のように妻を愛するってことは、ね、自分だったらちょっと頭痛いとか、ちょっと肩凝ってるとか、そういうのすごい敏感に分かるわけじゃないですか。で、それと同じような、その繊細さというか敏感さを持って、妻の必要を満たしてあげる必要があるということなんですね。ですので、圧倒的に必要なのは、そういう意味では時間なんです。時間、そしてサポート、まあ、介護とか介助ですけど、とにかく家事は、例えば僕が家帰ってきたら君何にもやらなくていい。で、僕は毎日何時には帰ってくるみたいな感じでやってやる必要があります。で、現実的にそんなことできないっていうふうに思ったら、転職してもいいぐらいですね。それとか、職場が遠ければ引っ越してもいいです。それぐらい、この、産後クライシス、深刻だっていうことなんですよ。だって、離婚しちゃったら、もう、どうしようもないですよね。どんなにいい仕事あっても家族失ったらどんな価値がありますかねっていうぐらい重要なことなんだっていうことを、覚えていただければいいかなと思います。かなり熱が入って話しましたけど、本当にまあ分かんないですけど、例えば会社でそういう制度があればもう育休取っちゃうとかね、それで男性はそんなの誰も取ってないっていうぐらい、じゃあ会社で一番最初に育休取ったの俺になりますというぐらい の覚悟でやった方がいいです。で、奥さんとの関係悪くなっても誰も責任取ってくれませんからね。会社は絶対責任取ってくれないです。で、得意先、まあ自営業だったとしても、得意先の人は、それ責任取ってくれないですよ。で、私たちの幸せは、家族の中にある。人との関係の中にあるんです。だから、それを、最優先のものを最優先にして、で、仕事はその次なんだ、ということを、覚えていただきたいですね。まあ、聖書には、まあ、牧師に対して言ってることですけど、自分の家庭を治めることができない人にどうして神の教会の世話ができるでしょうかって書いてありますね。家庭が大事なんですよ。ですので奥さんのこと本当にケアしてあげて大切にしてあげる。それは出産後だけじゃないですけど、まあ、妊娠の時から本当に家族優先のスケジュールと、まあ、優先順位をある程度ね、本当に人によってはラディカルに変えないといけないということがあると思います。で、この時にいい関係作っておけば、この時に大切にしてあげれば、もう本当に夫婦関係の重要な時期でこれからいろんなことを乗り越えていけるようになりますので、ぜひそこの時期をね、まあ、夫の皆さん大切に、奥さんを大切にしてあげていただきたいと思います。ということで今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。